ここ数年ゲーム施設が大型化する一方で数の方は年々減ってきています。ブームの陰で小さなゲームセンターは決して楽ではないようです。店内は50坪ほどの広さ、以前なら決して狭くないスペースですが、大型店舗を見慣れてきた目にはどうしても小さく映ってしまいます。店長の吉井さんはインベーダーブームの頃から都内でゲームセンターを経営してきたといいます。それこそ昔でしたらその30坪から50坪あれば十分ゲームセンターが開けたのに、今はもう100坪200坪下手したらそれ以上ビルそっくりがゲームセンターっていうのができてますのでね、それこそ、億10億単位で、だからそういうゲームセンターってのは大手さんしかできませんので、こういう小さなお店はよほど頑張らないと大変だと思います。基本的には大型機械っていうのは入れられれば入れたに越したことはないんですか？もちろん構成的に予算的に入れられれば入れたいですね。それで大型機っていうのはどうしても金額的に何百万下手したら何千万しますのでね、仮に無理して入れたところでこういうフリーなお客様が盛り場と違いますので焼却できないんですよ。それでみんなこういう小さなお店は大型がどこでもっていうか、うちの場合は入ってないと。石神井公園の小さなゲームセンターでこの日恒例のイベントがあると聞き訪ねてみました。人気ソフトスト2ダッシュの大会です。どこから聞きつけるのか、遠いところからの参加者も少なくありません。でキャラは向こうに書いてましたね。でこちらのキャラと向こうのキャラが違ってた場合失格になりますから、はい、お願いします。今日はどちらからいらっしゃるんですか？島から来ました。どれくらい待ってますか？3時間半ぐらい。はい、なんでそこまでしてわざわざ向こうの方はこういう普通の大会とかあんまりないんで ここに来たわけです。それではスペースファンタジー杯ストリートファイター2ダッシュ個人戦大会を始めます。拍手。普段固定客しかつかない小さなお店にとってはこうした人気ソフトの大会は店を多くの人に知ってもらうチャンスでもあります。いやもうアッパ勝利券でやられました。また参加する？はい。11時から10時までの受付だったんですけど、もうその前から電話は鳴りっぱなしで、64名集めるのにだいたい1時間かからなかったですね、電話で。だから電話でつながらなかった方には申し訳なかったです。